オラ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 詐欺です。はい、ということで今回はあの究極生命体や絶対時間停止するマン、凡人を装ったシリアルキラーなど、ジョジョの魅力的な各部のボスについて4人ほどご紹介していきたいと思います。でかカーズ。カーズは第2部戦闘潮流のボスで、独特の色合いを持った長髪と常人離れした筋肉が特徴であり、ジョジョの物語の原点である石仮面という特別な仮面を開発した存在、かつ長期間にわたって眠り続けた最強の激しこ生命体です。またカーズはもともと我々小童子同様太陽の光を弱点としていたのですが、ある過程を経てアルティミットシーングという日光を克服しつつ火山の中に落とされてもなお生存する最強のグーシコ生物に変化するのですが、この状態のカーズは下手したらジョジョの歴代ボスの中でも最も最強かつエロいのではとも言われています。そんな彼の性格は、彼の名言である勝てばよかろうなのだからわかる通り、ハム太郎に対するリスペクトはしっかりありつつも、戦いに勝つことや結果を重視する冷酷な性格で、その性格を裏付けるように最強の能力者とされるリサリサに不意打ちを仕掛けて致命傷を負わせ、さらに戦闘不能のリサリサの足を楽器に見立てて触り、主人公のジョセフ・ジョースターを巧みに挑発するといった知的な一面も見せています。またその一方でカーズは犬の命を助けたり、花を踏まないように気遣う姿も確認できることから、彼の極悪非道な性格の中には隠された優しさも垣間見ることができます。そして実はあの時カーズに助けられた犬というのが、あのいないいないバーに出てくるあいつだと僕は睨んでいます。知らんけど。ディオ。ディオは第3部スターダストクルセイダースに登場する発達した筋肉と不敵な笑みが特徴的なボスです。ディオはもともとは人間だったのですが、石仮面を使用して吸血鬼になったことから仮面系 YouTuber の元祖と目されています。なおディオは食料として数々の女性の命を奪うほどの残虐性や支配欲の強さ、さらに一貫した悪の心とボスとしてふさわしい圧倒的なカリスマ性を持っているため、作中のキャラクターのみならず読者からもディオ様と呼ばれ親しまれています。またディオはザ・ワールドと呼ばれる時間を数秒間停止させるスタンド能力を獲得していることから、リアル時間停止系 AV と僕は呼んでいます。また時間を停止した状態では基本的にディオ以外の生物は動くことはできず、その強力無比な能力で第3部の主人公ジョー太郎の仲間の命を奪ったり致命傷を負わせ、その強さを発揮しました。またディオのカリスマ性をアピールする存在としてンドゥールという能力者が挙げられます。ンドゥールはディオに自身の存在価値を認めてもらうことで精神的に救われた過去があることから、悪には悪の救世主が必要なんだよという名言を残していて、さらに主人公の空城城太郎にディオに関する情報を聞かれた際、ンドゥールはディオに対する忠誠心の強さから情報を一切口にせず、自身の能力で自らの頭を貫き自決しています。なのでンドゥールは学生の頃実は気になっていた子がいたんですけど、なんとンドゥールの親友も同じ子に恋をしていて、それを知ったンドゥールは何も言わずすっと手を引いたことで、ンドゥールの淡い恋心は儚く散っていったんですよねって感じのやつだと思います。またディオの影響は第3部までにとどまらず、後の部でもディオの息子やディオに影響を受けた人物が登場するなど、長きにわたって作品に強い影響を与え続けています。キラ・ヨシカゲ。キラ・ヨシカゲは第4部ダイヤモンドは砕けないに登場するドクロマークのネクタイと金髪が特徴的なボスで、その性格は物腰柔らかで冷静沈着かつ争いを好まず、植物のように静かに生活することを心から望んでいます。多分家でずっとガンプラ作ってたりとかそんな感じかもしれません。また彼は目立つことを非常に嫌っていて、子供の頃から何かのトップになることを避け続けたり、写真撮影の際には目立つ位置に
に入らないように気を配っていて、さらに大人になってからは酒をほとんど飲まず、寝る前には必ずストレッチを行うなど、自身の健康に気を配った生活を送っていて、一見異常性はないように思えます。しかし彼は女性の手に興奮を覚えるという性癖があり、仕事に行く際には切り落とした女性の手をスーツの内ポケットに忍ばせて語りかけ、またある場面ではモナリザの手を見て勃起したなどと告白していて、その性癖の恐ろしさと底知れぬ勃起力が伺えます。おそらく彼はおかずなしの妄想でもまだまだいけると見て間違いないでしょう。そんなキラヨシカゲのスタンド能力キラークイーンは、効果やドアノブなどのあらゆる物体などを爆弾に変えることができ、この能力で作中屈指の潜在能力を誇るスタンドハーベストに勝利したりと、数々の戦闘でその強さを見せつけ、また能力の強さだけでなく、キラヨシカゲ自身が主人公たちに追い詰められた際は、持ち前の性に対する強い執着心と悪運の強さを発揮することで逃げ延びたりと、精神面でも粘り強さがあります。なお彼は後にバイツァーダストと呼ばれる特定の時間を吹き飛ばし、過去をやり直すことを可能にするというチート能力を取得していて、新選組の鬼の副長こと作者荒木博彦氏は、その能力のあまりの強さゆえ、ストーリーを考える上で苦労したといいます。また後に彼の人気の高さから、彼が主人公であるデッドマンズクエスチョンズというスピンオフ漫画も作られています。ディアボロ、ディアボロは第5部の黄金の風に登場する赤い長髪を生やしつつ、シコリティの高い網状の衣装が特徴的なボスです。おそらくドンキのエチエチコーナーで買ったのでしょう。ディアボロはとあるギャングのボスとして君臨していて、その性格は残忍かつ慎重です。そんな彼の性格を表現しているエピソードとして、自身の正体を知ろうとした罪でソルベという男を輪切りの刑に処したり、自身の正体に接近した罪で裏占い師を処分し、後にその様子を見ていた子供の口を縫い合わせたと言われていて、ディアボロはどのような人間に対しても情けをかけず、ホスタル風格を崩しません。まあ僕も僕の正体に近づいた人は電信柱に縛り付けて、こうなんかチョン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 ってやってたので、地元では乳首クリクリクリムゾンって呼ばれてましたね。またディアボロのスタンド能力キングクリムゾンは、特定の時間を消滅させ、自身がその時間の中で自由に動くことで結果を変化させる能力を持っていて、当初はこの能力を破る方法はないとされ、彼の帝王はこのディアボロだ以前変わりなくという名言の通り、最強の座に君臨し、主人公たちを苦しめました。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て乳首クリクリしすぎて今3センチと思った乳首3センチは、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネルとサブチャンネルの登録と、ツイッターのフォローは動画概要欄からよろしくです。はい、ということで賢者タイムなんですけれども、質問箱です。彼氏におすすめされてキリンさんにハマりました。お、ありがとうございます。彼の家でキリンさんの動画を見るのですが、この場をお借りして彼に伝えたいことがあります。え、いつも恥ずかしくて言わないけど大好き、お前がナンバーワンだ。なんだこれ。まあ、ついに賢者タイムもこういうなんか伝言版みたいなことにもなってきたのかっていうね、とうとうここまで来たかっていう感じなんですけどね。とうとう来たなこの時がって感じなんですけどね。いやー、見事にね、いっぱい食わされましたね。騙された、この質問箱には。なんか最初普通に応援してますみたいな感じのメッセージかと思いきやね、まさかのね、この彼氏への愛の告白だなんてね、思いませんでしたよ僕は。ということでね、まああらかじめメッセージを全部しっかり読んだ上で、まあこれにしようって、まあ、選んでるわけなんですけれども、まあそういうこと感じでですね、まあなんかね、なんだよって思ってちょっと面白かったんで、ちょっと採用させてもらいました。はい、はい、続いて質問箱です。キリンさんは動画のコメント欄を見てピエンってなったりおこになったりすることはあるんですか、ということなんですけど、まあそういうことはほとんどないかなって思います。というかまあそもそも結構そのなんかネガティブなコメントっていうのがまあかなり相当少ないというか、なんか楽しんでくれてるようなコメントがまあ圧倒的に多いんで、まあ数の暴力じゃなくて数の暴力の逆みたいな感じで、そんなになんかたまにそのネガティブなコメントあってもそんなに気にならないっていうのもあるし、まあどっちかというと僕
あれなんですよね、なんかそんなに自信満々で毎回動画出してるわけじゃないんで、どっちかというとそのネガティブ系のコメントの方が共感できることが多いっていうか、いやそうだよなみたいな、そうなんだよなみたいな、なんかそういうことの方が結構多い気がしますね。まあ、あとはコメント欄はもう好き勝手言いたい放題言えるような、場所であるべきみたいな感じがなんか僕の中の、コメント欄感としてねあるんでですね、まあ好き勝手言いたい放題言ってもらえればいいんじゃないかなと思っております。まあでもとは言ってもなんか嵐とか売名とかはなんか一時期ちょっとなんか増えた時があったんで、まあそういうのはもう最近はもうもう 見かけたらブロックっていう感じで、やってます。はい、ということでそんな感じでした。さよなら。